どうも、速稼塾の久保です。リビさん、今回もありがとうございました。動画3本ね、送っていただきまして、それぞれエポックの切り分けということで、今回も非常にためになったなと。で、多くの方もこれを見て安心されるんではないかなと思います。と同時にですね、これからの期待も高まるなと思いますね。で、23日のライブ放送なんですけども、21時から変わりなく予定通り進めたいと思いますので、ぜひね、体調整えてよろしくお願いします。とは言ってもね、世の中何が起こるか分かりませんからね。私最近はね、首都直下型地震とか南海トラフがなんか明日にでも来るんじゃないかなみたいなね、記載するんですよ。ということで、まあ、食料の備蓄ですとかね、それから避難用具の確保とか、あとは資産管理ですよね。家が焼けても貯金は焼けないみたいな言葉が昔ありました。空襲時の昭和19年20年の日本で言った言葉なんですよ。だから郵便貯金みんなしようねっていう形だったんですけども、郵便貯金っていうのはほとんどのお金が軍備拡大に使われたんですよね。要するに貯金という名のもとの現金回収装置だったんですよね。で、その後預金を下ろそうと思ったら戦争が終わって、なんかこの戦時国債の生産のために預金税、資産税が9割かけられたというね、すごいですね。100万円下ろすのに90万円税金払いって言われるわけですよ。これにはどんなお金持ちもぶってくりたまげたんじゃないかなと思います。いや、いろんなことがあるもんですね、本当お金っていうのは。ちょっとね、余計なこと言いましたけども、また質問がね、生まれましたら事前に通達しようかと思いますので、また答えを準備しておいていただければと思います。それでは23日よろしくお願いします。いつもありがとうございます。